革命以前にはその社会主義を目指した人と社会学を目指した人がなんかそんなに違わなかったとっいうかその認,識認識と実践というのがキーワードなんですけども革命によってもうそういうその知識人たちがもう共産党に協力する官僚になっちゃったんですねだから実践認識か実践かっていった時に認識なんていうのはもうどうでもよくなっちゃってその実践だっていうことになったと。 認識に生きるか実践に生きるかその二者択一を突きつけられるとで優秀な人はそのむしろ実践の方に行って社会学なんてやっててもしょうがないということになったのが一つと、まあ、要するにロシア革命っていうのが非常に大きかったとこの人の見立てではその1920年代の社会学っていうのは非常に不振だったとその理由がいくつかあって一、まあ、つはその第一次世界大戦で、えー、とまあヨーロッパが全体的にこう 落ち込んでしまったというのが原因だろうとただそれだけじゃなくてっていうことでロシア革命によって社会主義を目指していた人たちがその実際にその社会主義なり共産主義政権を樹立してしまったので社会学と社会主義の新しい関係をこう作り直さなきゃいけなくてどうしたらいいか分かんなくなっちゃってしばらく迷いが生じたんだというのがもう一つの理由で。 204ページぐらいのところで、共産主義体制においてはっていうことで、だからそれ以前の,の204ページの真ん中あたりのポストフランス革命の時代、つまりまあ19世紀であれば、その資本家階級と労働者階級っていうのはその対立しながらお互いに社会をのメンバーであったと、社会を支え合っていた、そういうのを社会学では対抗的相互関係。 といいう,うに言いますけども敵なんだけど必要なんですねだから敵はいなくなっちゃえばいいっていうとわけではないつまり資本家にとって労働者は必要だし労働者にとって資本家は必要だしこういうことはあの社会学というかジンメルの闘争の概念でまあその対立っていうようなことが出てきましたけどあのそういうことってあの別に階級関係だけじゃなくて世の中にたくさんあるわけですね。ちなみにあの今あの 大河ドラマでやってる渋沢栄一とかって皆さん見てるかどうかわかんないんですけど日本の資本主義を作った、えー、まあお金持ちですけど1840年生まれで,で今大河ドラマでは1860年代だからまだ20代なんですけど、えー、この人長生きで1930年まで生きたんですねだから90歳まで生きたので1920年80歳ぐらいの時に まあ20年よりもうちょっと前かな、鈴木文治っていう労働組合のリーダーですね、日本の,その労働組合を作った人と友達になって、協調主義っていうことを言ったんですね。 あの渋沢栄一は、まあ、そう対抗的ってとこも嫌で、まあ、もっと仲良くできるはずだとお互いこう必要としてるので、まあ、労働者と資本家は違う立場だけれども仲良くできるはずだと鈴木文治は協調なんてのは嫌でもうちょっと対立したかったんだけどでもあの渋沢とは仲が良かったんですね。年年代20年代第一次世界大戦を通じて どこの国でもというか、まあ、先進国中心にこういうその労働者階級の没効っていうことが起こってきてでそれを対抗的双方協調主義でやった国もあれば資本家は何か追い出しちゃえというので革命を実行して共産党が政権を取った、まあ、最初1917年はロシアですけれども、えー、その後多くの国に広がっていったわけですね。その時に 204ページの最後のあたりでその認識と実践っていうことがあってその実践、まあ、これもその知識人にはいろんな立場の人がいますけれども、まあ、その社会主義を目指してたようなその進歩的知識人、えー、という人たちは労働者階級の立場に立ってその実践をする革命を実現して新しい社会を作り出すっていうことを目指すのか。 まあそれを目指しつつですけども、でも認識っていうのは、204ページの後ろから6行目ですね、その全体社会の資座に立つことが本来の姿である、全体社会っていう言葉は分かりにくいですけども、自分たちだけじゃなくて、自分たちの敵も含めた全体っていうことですね、だから労働者階級だけじゃなくて、資本家階級、他の階級も含めた、すべての人にとっての社会っていうことですね。 204ページの後ろから5行目ぐらいのところに認識のユニバーサリズムって書いてありますね。ユニバーサリズムっていうのは普遍主義っていうことですけど、普遍主義の反対が個別主義。普遍主義っていうのはその自分だけじゃなくて自分とあの関係ない、あるいは自分の敵。 えとかも含めて全ての人に成り立つっていうことですね。名古屋で成り立って、東京で成り立たないこととかはあの個別主義的なことですね。あるいは日本で成り立って、中国で成り立たないこととかは個別的なこと。えー、全人類に成り立つのが、えー、普遍的なこと、普遍主義ですね。で、科学とか認識とか社会学っていうのは普遍主義じゃなきゃだめだと。えー、大学でやることは 個別のことではなくて全人類のに役立つ役立つというか全人類において成り立つ地を生産しなきゃいけないとこれは皆さんの修論でもそうで何、えー、かある NPO を調べに行ってその NPO あるある村について調べてその,その村にしか成り立たないようなことをその村にしか当てはまらないような言葉で述べるだけではそれは個別主義的なこと一ということになってしまうので就労にならないんですねある個別的な事例を調べてもそれを普遍的な言葉で、えー、全人類に分かる言葉でそれが全人類に意義を明らかにして、えー、書くのが収士論文なんですね 実践においてある特定の立場の人の見方をしてもいいんですね。まあここで言えば労働者階級の見方をしてもいいし、あるいは皆さんの関心で環境問題に関心があったら環境運動の見方をしたいというふうに実践において思っててもいいんだけども、その認識において、例えば環境運動に見方してるからといって、環境運動に都合の良い見方を提示したりとか、あるいはそのフェミニズムに共感してるからといって、 データ分析をちょっと歪めてフェミニストに都合のいい結論を論文で出したりするのはもうそれはもう社会学ではなくて単なる社会運動である。認識にににおける普遍主義っってていうのは皆さんにとっても非常に大事なことななわけですねえなんですが共産党が、えー、政権を取った国では認識と実践っていうことについてもうその認識も共産党公認のイデオロギーがあるので。 えー、もう社会学者がそんな認識なんかしてくれなくてもいいと、共産党公認の社会なり世界の見方にみんなが従ってくれればいいので、認識は実践、新しい社会を作り出すという、共産主義社会を作り出すという、その実践に役立つ限りで役立ってくれればいいのであって、なんか社会学者が勝手に、勝手にあのいろんな認識をしてくれなくてもいいと、そういうことになったわけですね。 これはまあロシアのことが書いてありますけど、中国も同じで、あの中国は戦前にはあの日本よりもむしろ社会学が盛んになった時期があるんですね、1920年代、30年代っていうのは、国全体としては貧しかったかもしれないけど、ものすごい金持ちもいたわけですね、上海とかには。でものすごい金持ちの指弟があのアメリカとかに留学して、社会学を勉強して帰ってくると、結構な、かなりの100人単位の社会学者が中国に当時、 いたわけですだから日本なんかよりもあの社会学がその時期非常に盛んだったんですね。なんですが毛沢東は社会学大嫌いで <laughs> つまりアメリカ思想だと革命が実現したのでもう社会学はいらないってことになって1950年代にあの中国は社会学廃止したんですね。であの1979年になってようやく社会学をあの研究して教えてもよろしいってことになった。中国で一番有名な社会学者は 非通って人ですすねねフェイシャオトンっていう人で,す、ね、でその人は1930年代に社会学を学んででも1950年代から70年代まで不遇の時代を過ごしてで1979年にその社会学が復活した時に中国社会学の父みたいな感じで、えー、活躍した人なわけですねで、えー、っとその時に日本の社会学者も中国の社会学の復活にかなり協力していてその代表的な一人は 武武正先生という人で日本でその中国と仲良くした社会学者代表的な東大の先生ですけどももう一人今中国の例えば南京大学とかですね北京大学とか、えー、そういうところの社会学の主任教授まあ今もうちょうど60歳65歳ぐらいになって定年退職しかかってるようなあのつまり1979年の 社会学復活の時に勉強してた人が今もうそのぐらいになってるわけですね。で、その時に南海大学っていうところで、富永健一先生という人が集中講義をしたんですね。その時にその講義を聞いた人たちっていうのが、かなり今の各有,有力大学の,その主任教授クラスになっているもうもう団体、だんだん引退しかかってますけれども、えー、そういうようなことがあって。 ただ、その非交通でさえ、ですね社会学は復活したといえば復活したんですけども、共産党批判とか、あるいはその社会の根本的な批判とかっていうのは無理で、共産党のその政策実現に役立つ限りでの農村研究とかですね、そういうような社会学の位置づけ、まあ、なんかだから要するに、共産党とあの社会学っていうのは相性が悪いと。 206ページの6行目ぐらいですかね、だから認識と実践というのがキーワードですけれども、共産党においては、認識の価値は実践上の効果から誘導されるものに過ぎない、つまり実践の役に立つならば、認識はまあ役に立ってもよろしいと。この場合の実践というのは、共産党が新しい社会を作り出すというのが実践で、えー、その役に、政府の役に立つ限り、認識、えー、科学、 社会学ははやってももいいいけれども政権批判ととかですねそういうことはあダメ社会学者はほ本当はその真実っていうか現実っていうか実際どうなってるのかってことに興味があるわけですけども共産党す共産党じゃなくても <laughs> 自民党でも同じですけど政権批判になるようなことはその実際起こってることでも言っちゃダメっていうことになると。 まあ要するに嘘をついても平気っていうか、ですねその現実に調査をして見たことでも都合の悪いことは見えなかったことにするとか、あるいはその見えなかったことでも政権にとって都合のいいことを見たことにするとか、そういうことが平気でできるようになってしまう。まあ、これは別に共産党政権だけの問題ではなくて、日本でも起こりうることですね。そういうようなことで、認識と実践っていうことをどういうふうに考えるか。まあ、その知識人っていうのは 高等先生の意見ではあの、共産党員になって、共産党の言う通おり、まあ、共産党だけじゃなくてど、どの党派でもですけども、ある団体の完全服従命令に従って動くような立場に立ったら、それはもう認識、自由な認識っていうのができなくなってしまうので、えー、もう社会学ではなくなってしまうと、えー、そういうことですね。 でそこのパルチザンっていう言葉はちょっと私にしっくりきてないんですけども、まあ、要するにその党員ではなくて、まあ、非正規軍だとゲリラだと社会悪はゲリラみたいなもんなんだと知識人っていうのはそ,のそういう自由な立場を保ちつつだけど自由に遊んでるんじゃなくてもちろんその、えー、政治に関わってるわけですねでもパルチザンっていうとなんか僕はしっくりこないのは党員ではないけれども共産党の応援団みたいな のの人のこととをパルチザンとか、まあ、共産党、審判とか言うんですけど、そういう立場に立たなきゃいけないのかっていうと、なんかちょっとしっくりこない話だなと、当時はそのように論じられてたかもしれないけど、我々は、我々って、皆さんは知らないけどあの、私なんかは別に共産党員でも何でもないし、共産党なんか応援してないので、209ページの1行目ですね、一人一党的な党派人って書いてありますけど、まあ、これ、矛盾した表現ですけど、 非政治的になることではないんですねあの。政治なんかどうでもいいっていうことではないんですけど党派に属してこの党,党派のことを優先して認識のことを軽,軽んじるようなことでは社会役にならないと自分が自分の立場に立って社会を見政治を見るとそういう立場がまあ知識人の立場だろうと。 実存主義っていうのも、この説明だけでは分かりにくいですけど、まあ、その戦後のフランスのサルトルみたいな人を考えてるわけです。そこにコミットメントとアンガージュマンとか、アンガージュマンていうのはエンゲージメントですね。だからまあコミットメントとほとんど同じ意味で、そのある状況、政治的、社会的状況にコミットする、関与するということですね。社会学者として、あのなんかある大問題が起こっているときにですね、 例えば今コロナの状況で世の中どうしたらいいんだろうっていう時に「コロナなんか知りません」と「なんか私は自由にアイドルの研究をしていたい」とかっていうのは本来ちょっと望ましくなくてちゃんと今世の中の,この大問題は何でそれに対して社会学の立場からどうコミットしたらいいんだろうどう,どういうふうにそれを見たらいいんだろうっていうことを常に考えるっていうのが社会学だと思いますけれども。 なんか誰かに指令されてですね例えば政府に指令されて文部科学省に指令されてこれこれを研究しなさいって言われてやるのは社会学ではない枝葉になってるかもしれませんけどまあ一応思いついたから言いますと208ページの清水育太郎っていうのは面白い人で今でも院 <laughs> 生の皆さんが読むに値するのは清水育太郎の論文の書き方って本があるんですけど。 まあこれ自体は別に毒にも薬にもならない。<laughs> 皆さんの,あの文章を書くときに役立つ清水幸太郎っていうのは新聞記者もやっていたので文章の書き方みたいな本でいまだに生き残ってる人ですけどここに書いてあるように戦前戦前というか1930年代ですね、えー、まあマルクス主義で。 共産党に割と近いところにいたと思うんですけれども、えー、戦後になると、えー、むしろ保守派になって日本も核武装すべきだみたいなことを言ってた人で、まあ、ちょっと触れ幅の大きい人ですけれどもその清水育太郎の,その最初の本がですね、まあ、ちょっとこれも <laughs> マニアックかもしれないけど要するに共産党の立場から言うとその私的唯物論というのがあるのでもう社会学言論みたいなものは必要ない。 だから社会学をもうやめちゃう、社会学ってのは、デュルケムにしろ、ベーバーにしろ、社会主義というか、共産主義が起こらないようにする、革命反対派による学問なので、それはもうやらなくてもいいんだっていうような、そういう勢いですね、<laughs> 1933年の時点では、清水生太郎はそう考えていたとちなみに世の中的には清水育太郎が有名なんですけど名古屋大学的には本田清二先生が有名で。 本田清二先生は、えー、と清水育太郎よりも10年ぐらい先輩ですね、東大出身、1919年に東大で社会学を勉強し始めて、まあ、ちょうど100年ぐらい前に社会学を勉強し始めてで、1949年に名古屋大学の社会学講座を作った人ですけど、これはあの筋金入りの共産党員で、えー、日本では、まあ、珍しいって言っても当時、まあ、何人かはいたんですけども。 唯物論的社会学を作るということを目指して社会学をやってた人本田先生の社会学史入門っていう本があるんですけどかなり社会学を勉強してる人はこれを読むと本田先生の社会学の理解のユニークさが 非常に興味深く感じるんですけど、初心者が読むとですね、入門とか言いながら、なんかもう頭混乱するだけなので、読まない方がいいというか、つまり、デュルケムもウェーバーも批判してあるんですね、社会学ってこんなにけしからん学問だということが書いてあって、でも、本田先生は社会学大好きで、大好きなのに批判して、なんのために勉強してたんだろうっていうのがよく分かんない。未だに あの私にはよくわかんないんですけど、ここに書いてある208ページの清水育太郎とほとんど似た立場の人ですね。で、それに対して210ページになると、まあ、1920年代、30年代、ドイツでいうと1920年代はワイマール共和国の時代で、1933年にナチスドイツが、えー、政権を取るわけですね。だかららほんのの年ぐらいの間にあのもう ものすごい思想の振れ幅があるわけで,で、その中で社会主義ではなくて共同体主義、社会ではなくて共同体の学としての社会学というのを考えた人たちがいて、その人たちにとっては、そのテンニースのゲマインシャフトとゲゼルシャフトというのがバイブルになっていったと。日本でもそういう人たちはいて、それも名古屋大学に近いところでいたんですけれども。 井森陸平という人がいてあのほとんど誰も知らないようなことですけれどもこの井森陸平という人はその第8高等学校の先生だったんですね。第8高等学校っていうのは今で言えば名古屋大学の1、2年生のところが第8高等学校と言われてたんでそこの先生で社会学をやっていてでその人が1927年にテニスの ゲゲマシシャフトとゲゼルシャフフトトとゼルのの最初の役を出したんですねだから日本でも1920年代っていうのはかなり共産主義というかマルクス主義が強かったんだけど1920年代後半になるともうちょっと右翼的な社会学共同体を目指すような社会学が強くなってきてで、まあ、井森陸平先生はそんなに有名ではないですが新名正道先生というのは東北大学の社会学を作った人ですけど。 この人なんかが、その、ゲマインシャフトっていう本を書いたり、ファシズムの社会観っていう本、ファシズムの社会観っていう本を書いていたりとかですね。まあ、要するに、ドイツとかイタリアの社会学なり社会に学んで、右翼的な社会をこう作っていこうっていう、そんなような動きもあったと。 ロシア革命をきっかけとしてこれ別にドイツだけの話じゃなくて日本も含めてですね左に行ったり右に行ったりそのどういうふうに新しくこう社会を認識してあるいは社会を作っていったらいいのかっていうことに右往左往した時代だったと。214ページの真ん中辺りに書いてあると思うんですけど普通ギャングって言うと暴力団のイメージですけどそういう意味ではなくてまあ不良少年なんかふざけたりとか 悪いことやったり、まあ、悪いことって言っても、そんなにすごい悪いことではなくて、ティーンエイジャーというか、少年たちのことをギャングと言ってると、<laughs> 犯罪に結びつく場合もあるんだけど、必ず犯罪集団というわけではない、学校とかに行けなくて、仕事もなくてっていうあの少年にこう居場所を与えるとで、そこでその社会独特の常識というかですね、その社会の考え方を身につけていくっていうことですね。 普通の社会学士の本だったらこ,この本についてこんなに丁寧に述べないと思うんですね。で著者はむしろそのシカゴ学科がこんなに混乱しているとそういう悪いお手本として取り上げている特に226ページから28ページまでのところが皆さんの修士論文とかにも非常に参考になることが書いてあって拡散型結束型印習化型犯罪型、まあ、その定義は 詳しく突っ込みませんけども特に犯罪型っていうのが大事ですよねそのギャングっていうのは全てが犯罪ではないんだと、えー、犯罪集団ではないって言っていてでもそれが犯罪に結びつく場合があるとだったらじゃあどういう場合に犯罪に結びつくのかとギャング全体を撲滅するわけにはいかない少年たちの居場所がなくなっちゃうからだからギャング全体が悪いというわけにはいかないけどでも犯罪は困るから じゃあどういう場合にそれは犯罪型に移行するんだろうかってことを明らかにするのが一番研究の課題であるはずなのにこのスラッシャーの本はそれに応えていないっていうことを著者は言ってるんですねちゃんとそういう概念を立てた上でそれに向かってこう集中して分析してないからそういうことになると228ページの後ろから4行目 こうしたことのよってきたる元凶は、膨大なデータをある方向性のもとに緊迫する理論的思考の弱さに求められるだろうって、なんか悪口が書いてあるわけです。要するに、えー、理論枠組みをしっかり作ってないので、どういう場合に、どういう条件のもとに、その犯罪型になるのかっていうことが、ちゃんと比較されてない、つまり1313 13個も、もにたくさん、たくさんデータを調べました、インタビューもしました。 アンケートもしたかもしれないえー、だけどもそこから肝心の知見というかですね肝心の、えー、ことを明らかにできなかった悪いお手本の研究としてこの本を紹介してるんだと思うんですね修士論文とかには割とこういうのが多いのでそうならないようにするにはやっぱりその概念をちゃんと理論枠組みをちゃんと作っておくってことが大事ですねと、えー、いうのが高等先生の、えー、皆さんに対するメッセージと えー、228ページの最後の行ですね。理論枠組みを自家躍労中のものにするには、オリジナルなテキストとの一対一での格闘がどうしても必要になる。つまり、スラッシャーは教科書しか読んでなかったと言外に言ってるわけですね。教科書だけじゃなくて、えー、ちゃんとその古典的なテキストですね。例えば、ウェーバーが書いた、デュルケムが書いた、ジンメルが書いたテキストをちゃんと読んでるかどうか、えー、いうことによって、 そういうその概念的思考ができるようになっていて、それで自分の理論枠組みを作った場合と単に何か真似して作った場合では <laughs> 結果が違ってくると <laughs> いうことを高等先生はおっしゃりたいんだと思って私も同感なんですね。次のに出てくるそのマンハイムのそのイデオロギーというトピアっていうのはえっと私のえっと先生の先生松島静ず先生 で松島先生はあの労働研究で、まあ、調査ばっかりやってた人なんですけども、えー、と学生に対して必ずこの「イデオロギーとユートピアと」とそれからベーバーの次回出てくる「あの客観性論文」ですね「社会科学よおよび社会政策における認識の客観性」っていう本この2冊だけは必ず読みなさいっていう風に、えー、言ってたんですね。 授業でもその外国の本はその2冊だけしか読まなかったそうですけれどもそういうマイ古典ですね私にとっての大事な古典っていうのは必ずその原点で読まなきゃいけない原点って言ってもやあの翻訳でいいんですけれども教科書に書いてある知識だけではなくてその本をちゃんと読まなきゃいけないとでそ,それによって自分の,その社会に対するものの見方っていうかですね対象に対するアプローチあるいはその 概念理論枠組みの作り方っていうのを考える単にその知識として知ってるっていうだけじゃなくて道具として使いこなせるぐらいに何回も読んでという本がまあ、一冊はないと修士論文は書けませんねっていうことを言外に <laughs> 言ってるんだと思うんですねさっきの1のところでまあ共産党というかロシア革命以後の認識と実践っていうことが書いてありましたけどまあ、ほとんどそのマンハイムの 直面しててていいた問題状況が書かれていてマンハイムってあのハンガリー出身なんですね。230ページのところにありますけど、マンハイムの先輩にそのルカーチっていう人が、ジョルジュルカーチっていう人がいて、でルカーチとマンハイムって、まあ、あ割と似た議論をしてるんだけども、ルカーチはあの共産党員になって、えー、なんか文部大臣かなんかになるわけですね。えー、だから政治家になっちゃった。だからさっきの認識と実践でいくと、もう知識人 であることを、まあ、やめてはいないんだけどほとんどその政府公認の知識人になっちゃったということで、まあ、実践の方を重んじたそれに対してマンハイムはその知識人の仕事は認識であるとこういう認識と実践って区別もいいのかどうか分からなくて、まあ、認識という実践なんですねだから認識が実践的価値がないわけではなくだけどなんか実践のために認識を歪めるような実践ではなくてより 真実に迫るようなその社会をこうちゃんと認識をするっていうことが社会,学の社会学者の仕事なんだっていうことですね。でそ,それを通じてあの世の中に、えー、役立たなきゃいけないのでっていうことなんですけども。というようにその共産党が政権を取った後の社会学,を社会学者というかあるいは知識人はどういうふうに生きていったらいいんだろうかっていうことの。 まあ、一つの答えを出したのがマンハイムのこの「イデオロギーとユートピア」えー、1929年の本この「イデオロギーとユートピア」って本はこれだけ読むとなんだかよく分かんないんですねそういう問題状況の中で書かれたつまり1929年時点でのその知識人の生き方に迷っていたわけですねでその迷える知識人に対してこういうふうに生きていくべきだよっていうことを 言った本としてすごくインパクトがあったんだと思うんですけど、なんかそういう問題状況文脈を踏まえないとなんだかうん、えー、部分的と全体的でそれをつなげてみたいなことが書いたんなんのことかなっていう感じがします。そういうことってよくあるんですね。古典的な本でなんでその著者がこの本を書いたのかっていうことを理解しないで読むとなんか。 砂を噛むようなというないかですね難しくて何のためにこの議論をしてるんだろうっていうのがつかめないことがあるんですけどその意味でもその知識社会学的な読み方っていうかです、ね、著者はこの本を何のために書いたんだろうどういう文脈で誰に向かってこれが言いたかったんだろうっていうことを考えながら読むと難しい本も読めるようになると。共産党がこう提示するような知が 地というかですねその社会,社会の見方が全面化してしまうとそれだけが公認の地の体系としてこう確立されてしまうと社会学者の仕事がなくなっちゃうということでは困るマンハイムとしてはそれは共産党の出す社会観イデオロギーっていうのはその部分的なイデオロギーなんだ部分的な地なんだということを言ってそれとは敵対する人たちの 見方っていうのも常にあるんだ,とだから社会の中にこう複数の立場というのがあってその全ての立場の世の中の見方っていうのを全てって言ってもあの主なもの全てですけど主なもの全ての立場の見方っていうのをちゃんと理解するっていうことが社会学者にとっては必要だっていうことを言ってるんですね。なんかある特定のの自分の見方、えー、例えば 共産党が好きな人は共産党だし、環境運動が好きな人は環境運動の見方しか興味がないとか、あるいは自分はフェミニズムに共感を持っているので、フェミニストの見方だけを理解してそれ、それを代弁するような論文を書くっていうのは、ちょっと社会学にはあるまじきことだとで。だからそれとは違う見方っていうのも常にあるんだと。でその違うう見方を全部こう 弁証法哲学で弁証法っていうか言葉がありますけども、えー、要するに自分とは敵対するものも理解した上で社会全体としてそれが敵と味方で社会がどういうふうに構成されているかっていうことを描き出すのが社会学だっていうそういう理解ですね。知識人っていうのはだからその自分の特定のその社会的な立場に縛られない。 例えば自分が金持ちの家出身だからといってブルジョアジーの立場に立たなきゃいけないわけでもないし自分が貧乏なうちの生まれだからといって労働者階級を代表しなきゃいけないわけでもなくて自由に立場を変えてまあそういうのライトミルズだったら社会学的想像力といったと思うんですけども。 知識人っていうのはそういう,なんていうか社会的立場特定の階級とかですね自分は女だからフェミニストにならなきゃとかそういうことじゃないんだと自分とは違う立場の人の考え方も理解してその全体的なその社会状況を明らかにするのが社会学であるとそういうことを言ってるんですねもう一つ重要なのは237ページですね相対主義と。 相関主義の違いとかこれもなんかほとんど呪文にしか聞こえないんですがこれもそのマンハイムのその文脈生きた文脈に立つと非常にこれが切実に思えてくるというかですね相対主義っていうのは、まあ、要するにそれぞれ立場があることだから、まあ、これはウェーバーに近いかもしれないんですけども価値自由というかですねその価値どの立場に立つか例えばフェミニストの立場に立つか 共産党の立場に立つか、そういうことは、まあ、政治の世界の話なので、各自自由にやってくださいと、ただし、調査とかデータ分析はちゃんとしっかりやってくださいっていうのが、まあ、相対主義ですね、どういう立場に立って、どこからものを見てもいいけれども、インチキはやらないでくださいっていうのが、まあ、ちょっと矮小化してるかもしれないけど、えー、ウェーバーの客観性論文っていうのはそういうことなんですけど、まあ、それは次回、えー、もうちょっと解説しますけれども。 それに比べるとマンハイムは、いや、その立場っていうのも大事だと、それぞれの立場に立つんだけども、自分の立場だけじゃなくて、相手の立場、他の人の立場もちゃんと理解した上で、社会っていうのがいかに構成されてるか、現在の状況っていうのがいかに構成されてるかっていうことを明らかにする必要があると。238ページの7行目ぐらいから。 え相関主義というのは階級制約的な地、まあ、階級じゃなくてもいいんですけど自分の立場に縛られたような地を新たに全体社会に関連づけることによって地の新しいモザイクを形成する、まあ、これは難しいですけど、まあ、要するにその全体像をこう描き出すということが社会学者の仕事なんだと、えー、いうことを言っているんだと思います。社会学の研究は 次回、それが多分あのよりテーマになると思いますけど、ウェーバーのその客観性論文っていうのは、出発点、立場によってどんなテーマを研究するかとかね、何を、えー、研究テーマにするかみたいなことを決めるのは自分の関心ですから、それは全然客観的ではないんですね。このテーマが大事だと思って研究するんだから、いや、そんなのは大事じゃないとかっていう人もいるわけですよ。 これは大事っていうのはそのある価値判断ですね科学的に全員に成り立つことではないわけですだけどもその関心から始めたその研究の中身自体分析自体は関心のない人にもちゃんと納得してもらえるようなインチキのない <laughs> ちゃんとした分析じゃなきゃいけないわけですねあのだから関心のある人だけに例えば共産主義に関心のある人 にはその共産党に都合のいいことを言うと関心を持ってもらえるから分析を歪めて共産党に都合のいい答えを出すとかねあるいはフェミニズムの関心からフェミニストに都合のいい調査結果を出すとかっていうのでは困るわけですね。最初の関心は共産党の関心でもいいしフェミニストの関心でもいいし環境主義者の関心でもいいんだけれども分析の中身は 普遍的でななけければいけないで普遍的っていうのは関心のない人とかあるいは逆の関心を持ってる人敵敵にも納得してもらえるっていうことが大事なつまり自分の立場によってあの物事を都合よく解釈しがちなわけですね人間っていうのはそうじゃない客観的なあるいは社会学的な知認識のあり方っていうのをどういうふうにしたら 作り出すここととがでできるだろろううかっっていうところでえみんな困ってたわけですマンハイムは固定的にその労働者階級とか資本家階級とかっていうふうに考えてたんじゃなくて新しい考え方っていうのはあるいは新しい社会的な立場っていうのは次々現れてくるとで次々現れてきた順番にそれをちゃんと知識人というか社会学者は理解してそれが全体としてどういう状況を作り出しているのかでそれをこう総合していく。 そこからその未来を見通していくことができるっていうふうに考えてだからイデオロギーとユートフィアってなんかまあちょっとちょっとなんか、うん、そういうふうに考えるべきだとかねものすごいこう難しいことのコツが書いてあってなんかじゃあ実際にやってみせてよって思うんだけど <laughs> 実際にやってみせてくれてるわけではないのでちょっと説得力が弱いんですけどまあ確かにねってものの見方としてそういうふうに見れたら いいいかもしれないなと思わせる本です、ね、社会学の真理っていう中身があるわけじゃないですね。だけど社会学の身のこなし方っていうか社会学的なアプローチっていうのはあるのかなこの1920年代の,その難しいその社会状況の中でそういう見方がこう鍛えられてきたっていうか19世紀にはそういうことはなかったので。 平凡に考えてたんですけどそういう政治と科学の対立とかですねそういう難しい状況が出てきたんで逆にその社会学の見方がこう鍛えられたっていう側面があると思いますね時代による制約っていうのもあるんですけどだからそれは時代による制約って何っていうとそういうその、えー、イデオロギー対立があってでそ,それぞれその不知状況が違うわけですねその時代によってだからその時代にはどういう 思想とどういう思想どういうい立場とどういう立場が対立していてその時代を作り出していたのかということを理解する必要がある。まあ、現代の問題でもそれを理解する必要があるし歴史研究だったらそれをその歴史に遡って例えば1930年代の不治状況っていうのはどういうふうだったのかっていうだから個別の思想家とかですね個別の、まあ、思想に限らないかな。 あの例えば個別の1930年代にこういうことをやった人がいるとかねそれは独立に理解してもしょうがないんでどういうその社会のこう不治状況の中でそういうことをやったのかっていうことが分かるようになると立体的に見えてくると215ページであのギャングに関する研究の中でエコロジー当時あの生態学が流行っていた 生態学の視点がたくさん使われていましたが当時は最先端の学問として扱われていたのでそのなんかある種の,その流行おしゃれみたいな感じでそのみんなそのこの視点からあの考えを始めるという立場で。 でもしその当時の,その流行っている学問は、うん、あの他の分野の学問だったらまたあのそのこのようなその学際的あの考え方もなんか接合もなんか変わるのではないか,なんか異なる結論が出されるのではないかと考えています。うんうん、なるほど。そうですね。 マンハイムはその階級的とかその政治的な勢力とか立場とかしか考えてなかったんだけど、今の言ってくれたエコロジーみたいな話は、当時、どういうその学問がその知的にこうまあそうですね流行してたかっていうことによって、社会学も影響を受けるんじゃないか、別に階級的、政治的立場だけじゃなくて、そういう流行ってる知的な流行の影響を受けるんじゃないかっていうのはその通りですね。 今流行ってるその色んな社会学だけに限定されずに、まあ、流行ってるのでもよくては行ってないのでもいいんですけどその他の学問からこう影響を受けて自分の,その理論枠組みを作る時のヒントとしてあるいはその頭を鍛えるきっかけとしてあの他の学問を使うっていうのはあのわ悪くないというかですね。 すごくこうよく考えられてる枠組みっていうのは別の目的にもこう流用することができるんですね。理論っていうのは別のものに適用しても役に立つっていうのが理論なので生物学の理論を社会学に応用してもいいしとかねそういうことっていうのはあるっていうのは一つですね。だから頭を鍛えるために先行研究しか読まないとかっていうとあんまり賢くなれないわけね。だからもっと他ののの分野のあるいは社会学以外の 分野でもなんか賢そうな本を読んでこれを自分の研究になんか応用できないかなと思ってやってると普通の人が思いつけないアイディアを思いつくことができるかもしれないですね。っていうのがまあ一つなんだけどもう一つ逆のことを言えばしかし流行してるからといって必ず勉強しなきゃいけないとか流行ってるのを必ず取り入れなきゃいけないってわけでもない。ななんんかか逆に下手をするとなんか このギャングのエコロジーは本当にうまくいってるのかなっていうのは、ちょっとちょっと疑問ですね。その特定の政党だったり、あの,あのイデオロギーに対してこう忠実な研究になっちゃいけないっていうのは、すごくわかるなっていうところを感じていて。あの、うん なんていうのかな、いわゆるその、御用価格になっちゃいけないってところなのかなっていう話を、うん、研究者がこう、唱えた、ある意味画期的な理論が、うん、ある意味政治を作ってしまうと、なんかその第一人者になってしまうっていう現象をどうし,た,してたらいいのかっていうところをちょっと考えて、自分がその、なんていうかな、こう、 ある,ある意味で言えば、体制的なものを批判した中から出てきた理論でも、それが政治に取り込まれてしまうと、第一人者になってしまって、そこから逃げれないっていう問題をどうしたらいいのかなっていうところは、やや悩みました、まあ、研究者として、ある意味で言えば自分が作った理論を常に批判しつつ、ブラッシュアップしていくしかないっていうところだと思うんですけど重加担しちゃいけないってわけではないと思うんですね、加担する自由もあると思うんで。 なんだけど単に加担してそのつまり実践のしもべになってしまってで認識の価値認識の独立的なあの価値をこう全くこう軽んじてしまって実践のためなら認識を歪めるようなことではそれは単なる社会運動なので <laughs> まだから社会学者が社会運動をやってもいいんですあの時間外にねでもそれは社会学ではない。 どううでしょうねだから上野先生があの完全にその実践家運動家として認識的価値を全く犠牲にしてるとは思わないんですね。うん、だからそ,そ,うそういうことを言ってるかもだから私は実践を非常に重視してると認識と実践とどっちを取ると言われたら実践を取るとおっしゃったのかもしれないけど実際にやってることはそうではないというかね。うん、か上野先生の本を読んで アンチフェミニストの人も啓蒙されるところがあると思うんですね。社会の分析において、あ、なるほど、そっちの立場から見れば、こういうふうにものが見えるんだっていうことを示してるんで、それはあの例えば保守派の人とかアンチフェミニストの人が読んでも、へえって思うと思うんですね。うんうん、という意味では、社会学的認識になってると思うんだけどなるほど。 単にさ、だからスローガンだけ叫んで差別反対とか言ってるだけだと知的には何の面白みもないわけですけれど、上野先生の本はあのそういう部分もありますけど、そういうそれだけでは収 <laughs> まらな,ないところがあるっていう意味で、でね、社会学的認識になってると思うんだけど、ブラウオイは確かに今言った問題に絡んでますね、その専門社会学っていうのじゃなくて、公共社会学っていうのは、 つまり認識の公共社会学っていうのはでも実践のための認識っていうんでもないんだなな何て言えばいいのかなみんなの認識を豊富にするきっかけとなるということにおいて役立つ実践的な認識っていうか <laughs> 認識も実践なんですよね公共的な認識を形作っていくというかみんなで単に知識人がこういうふうに認識しましょうって言ってみんなに押し付けるだけじゃなくて。 みんな一人一人の認識どうしたら社会を見れるようになりますかねとかこれからどうしていったらいいでしょうかねみたいな議論を形成していくみんながそういう意見を持つきっかけを与えていくようなそのきっかけとなるような認識的実践みたいなことが公共社会学なんだと思うんですけど社会学が社会とどう,どう関わるべきかということの,ああの1920年代じゃなくて2000年代的 課題に応えたのののがブラボーイの公共社会役の考え方ななんじゃないですかね1920年代の,そのもう共産党に全てを捧げてしまうみたいな知識人のイメージだとちょっと困るけどなんだろう人生のある時期こうなんか政府に入ったりとかもうちょっと自由に政策形成もやるしそこから引退して自分がやった政策形成を批判的に研究するとかさ。うん 知識人,知識人つって別に偉そうじゃないんですけど、社会学者は別にいろんなところでこう動いてやっていいんじゃないかと思うんですねかか。常に批判的に見なくのつまり実践しちゃだめで、もう認識的批判的認識だけにとどまるべきだとかっていうのもちょっと窮屈な感じがします、ね。うん 僕なんかはあのそんなに実践とかできないので別に普通に普通に研究してるだけですけどあのできる人はいろんなことを人生のある時期いろんなコミットしてもいいしそこからまた離れてもいいし一旦こうコミットしちゃうとそこから抜けられなくなっちゃう傾向はあるかもしれないですねあ210ページのところはソーシャルなものの学校から コミュナルなものの学へと変身すると書いてありますが、うん、そのコミュナルなものでどう理解すればいいのだろうか、うんうん、共同体と社会の違いは何かというと、社会は対立を含んでいるというかね、共同体はみんな同じ共同の利益を持っているというか。 テニスの,そのゲマインシャフトとゲゼルシャフトの,そのゲマインシャフトの方が共同体ですよね。だから昔の村とか家族とかなんかみんな利害の対立がないまあ本当はあるんだけどそれがこう隠されているみんな同じ立場だよねっていうのが共同体ですね。 この文脈におけるテンニスっていうのは、あのまあ、テンニス本人がそうだったかどうかわかんないですけど、1920年代後半にそのテンニスが流行った、テニスが流行ったというより、ゲマインシャフトという概念が流行ったのは、ふるさとを復活する、革命なんていう対立とかはやめて、もっとそのドイツ民族のこう団結を高めるとか。 日本でもそういうのはあ,あ今でもそういうのはあるかもしれなくて、絆が大切ですよねとかそ、そんなイメージです。<laughs> ソーシャルなものっていうのは、階級対立とか、社会の中にこう対立があるよね、対立があるけど、それをどういうふうに乗り越えていくかってことを考えるのが、その社会的なものだっていうふうに考えると、コミュナルなものっていうのは、もう対立は最初からないんだとっていう、まあ、だから逆に言うと、これは幻,幻想かもしれないんだけど。 な,なんとなくだから社会をもっとこうもと,もとそんな対立なんかなくてあの団結しているものだっていうふうに捉えるだからななんかこう現実があまりにもこうしっちゃかめっちゃかだったのでそういう,こう幻想というか団結してるっていうふうにこうおも思い込みたかったというか <laughs> そんな感じじゃないかと思うんですけど。本書の中であのパールチーザンという概念を出てきましたが あのやはりよくわからないんですけれども私の担当する賞を思い出しました第7章ではあの、ええ、ウェーバーが、ええ、あのパルチーザンとしての社会学者ということを指摘しましたどういう意味ですかちょっとわからないんですがある特定のグループに属さずに自分の立場から ものを見るっていうことですよねシュミットの言葉としてどっかにさっき出てましたね「一人一党一党派」みたいなつまり自分党みたいのを作ってじ個別主義でもなくていやだから自分の立場から普遍的な地を。 はい、だから単に自分のお宅で「私はこう見る」とか言って「他の人は知りません」みたいな「私は私の趣味で研究してます」みたいのではなくて「私の立場から世界はこう見える」っていうふうにあのだから誰かに頼るんじゃなくてあの特定の党とか特定のグループの特定の例えばフェミニストのグループの、うん、え考え方に全部従っちゃうんじゃなくてちゃんと自分で考えるっていう <laughs>。 ことだとだ思いいますね,ねで、うん、結構難しい自分で考えてるつもりになってても割と影響を受けてることもありますしね。ねうん、だけどで志、志というか心がけとしては何でも人任せにしちゃうんじゃなくてちゃんと自分の立場、自分の自分はどこからものを見てるのかなってことを反省するっていうかあ、ね、あのそれは、あの、修論、皆さんの修論レベルでもあの必要なことで私は何の。 なんでこういうことに関心を持ってるんだろうかとか何のためにこの研究テーマをどの立場から研究してるんだろうかってことを常に考えるってことは大事なことですね社会主義にも共産主義にも尽くさないパルチザンとしての社会学者のその言い換えがアンガージュマンスの人間っていうのがあったと思うんですけどそういうアンガージュマンって生理参加とか社会参加とかをしないと しか直接思い浮かべられてるのはサルトルだと思うんですけどもそのフランスのサルトルっていうのは、まあ、左翼ではあって一時期は共産党員でもあったと思うんですね。だけどあの党に命令されて 何かものを言うんではなくてサルトルは自分でものを考えてある時は共産党に協力したかもしれないけどある時は共産党を批判したりとか別の立場に立って運動を起こしたりとか <laughs> まあ自由自在だったっていうことですねだから1人1党派みたいな感じではあると思うんです <laughs> 上野先生なんかもそれに近いかもしれないんですけど <laughs> あ別にだから誰かに命令されてやってるんじゃなくてむしろ自分が命令してるみたいなところがあるわけでだから状況にコミットする 人によりますねだからそういうのが得意な人とか好きな人リーダーシップのある学者にもそういうのがリーダーシップのある人もいればあんまそういうのは苦手で本だけ読んでるのが好きな人もいればいろんな人がいるのでみんなそういうふうにやらなきゃいけないわけでもなくてただ世の中で起こってることと全然無関係に私は私の関心でオタク的ないやオタク的なっていうのは テーマが非常にあのちっちゃいこととか珍しいことを研究してもいいんですけども今なぜこの研究をするのかってことは常に考えなきゃいけなくて今なぜっていうか今のこの社会の状況をどういう状況だと捉えてだから私はこれを研究するんだっていうふうに言う努力をするっていうかそういうふうに考える。 今あの例えばコロナがすごい大問題だからみんな就労の研究なんかやめてみんなコロナ研究をしなきゃいけないとかってことではないですね、うん、だから自分は自分の研究をすればいいんだけどもそれをなんか単に自分の趣味で研究するんじゃなくてこれを今この2021年というこの,この時代のこの社会の中でこのテーマを 研究するっていうのはどういう意味なんだろうかってことを考えて考えると光の当て方も変わってくるわけですよ単にそのものを客観的に教科書通り研究しましょうっていうんじゃなくて今の問題状況の中でこれがなぜ重要なのかってことを考えながら研究するとまた別のアイデアが浮かんでくると思うんですねまあでアンガージュマンうんアンガージュマンもだから人に,よ、うん、人によりますね <laughs> でもアンガージュマンっていうのはだから単にそのどっかの党とかどっかのグループに参加するっていうことではなくて状況に自分をこう結びつける単に研究室とか図書館に引きこもってあの全然世の中と関係ない研究をすればいいっていうそういう姿勢ではないっていうことですね。社会と社会学の関係というかですね政治と科学の関係っていうのは次のウェーバーのところでもまた出てくると思いますのでそこでまた。 議論を続けたいと思います。